他者の心を掌握し、その先の行動を操るのは容易だ。お前を撃つ。そこだ。君は私を死なせることはできない。死刑を撃つ。立ちふさがるか。背くか。お前を撃つ。集中して撃つ。こっちを見ろ。少し黙ってな。俺がやる。君は私を背くか。当たれ。挑みに来たか。さて戦況はどうなっている。当てる。たまに隠れよう。当たれ。魂が叫ぶ。ここで死ぬべき人ではない。お前を孤立させてしまった。行けるか。私の出番だ。お願いします。背くか。挑みに来たか。そこで立ち下がる。予想の範囲内で推移してるから。そうか。イノフスキークラフト。私の出番だ。私の出番だ。お前を撃つ。そこにいた。人は孤独なんてない。無限に続く苦しみなんて絶対に私は許さない。落ちる。そこだ。避けられない。私の出番だ。立ちふさがるか。追いつけない。私の意志に背くつもりか。裏切りはしたくない。随分と大胆な真似をする。阻むか。随分と大胆な真似。どこか一致間違えたの。君たちはその力の使い方を知らない。軌道変更。フィールドを脱出して。お前に教えてやろう、荒屋敷の本当の。ギャラルホルンの真理はここだ。皆、ヴァエルの元へ集え。立ちふさがるか。挑みに来たか。背くか。立ちふさがるか。当てる。行け。落ちろ。立ちふさがる。そこだ。立ちふさがるか。背くか。リアフター出力。君は私を死なせること。お前を撃つ。この程度で。お前を撃つ。やるな。背くか。漏らすか。結構の顔を奪いたい。邪魔をするか。立ちふさがるか。邪魔をするか。
ラルホルンの真理はここだ。みんな、ボエルの元へ集え。そこだ。背くか。井戸に来たか。そこにいたか。リアクター出力が立ち塞がる。そこだ。やらせるか。お前を撃つ。そこだ。仕掛ける。終わりにしよう。そこにいたか。私の出番だ。行け。仕掛けるか。無駄だ。未熟だ。リアクター必要。そこだ。今の北条の孤独なんてない。こうリアクター出力無限に続く苦しみなんて絶対に許されない。ここからでも来い。さあ、奴はみんな目覚める時だ。君はそこで思うような存在ではない。そうだ、ここまでか。仕切り直すとしよう。沈め。真の革命とはこの戦いのような鮮烈な風だ。安全帯がある超人。随分と大胆な真似をする。この目に焼き付けるがいい。そこにいたか。右だな。打ち抜け。行け。ミデオ、ほら、もう一度続けていけ。でも待て。もう逃げられない。排除する。仕掛けるか。戦局の糧になってもらおう。北条の孤独なんてない。無限に続く苦しみなんて絶対に私が許さない。もう逃げられない。あんたは力だ。力が熱けこと全てを制するんだ。申し訳ありません。俺は負ける。さて、あとどれほど持つかな。長兵一号トーマフィーリッシュ・ロイだ。実現しようとしていた。軌道変更。フィールドを脱出して。お前に教えてやろう、荒屋敷の本当の力を。人類は自然であらねばならぬ。そんな価値観はギャラルホルンが意図的に広めたものだ。人類が生き延びるためには誰かが戦争を終わらせる必要があった。進化するガンダム。君は戦いの果てに何を求める。背くか。君は私を死なせることはできない。行け。間合いが甘い。未熟だな。そんなの。アテリスの謝罪の言葉受け取ってもらえるかな。単独で突破する。もう終わりだ。間合いが甘い。さて、戦況はどうなっている。二度に来たか。アトロスバスターンを追いつけろ。フィールド大胆な真似をする。排除する。そんな強力な攻撃のようなやつで死んだ。守りこんなその程度だ。支配の扉を開けろ。敵をおびき出せるか。もう逃げられない。当たり。君たちはその戦いの果てに何を求める。魂が叫ぶ。現実を知る子供を貴様を落とす。君も分かったか。バイルを操る者こそが頂点に立つ。誰にも立ち塞がる。無限の希望を与えてやる。加速だ。立ち塞がる。いや、分かる。当たれ。当てて勝つ。君の屈辱は似合わない。私がここで仕留める。次こそは勝利します。
私とバイルの教えはどうだったかな。ミッション達成率 75%、 ギリギリ合格ってとこかしら。では行こうか、我々の戦いを始めよう。斧が持つ牙の使い方を知らず、ただうずくまるだけの獣が一斉に野に放たれる。では行こうか、我々の戦いを始めよう。させるか、行け。当てる、魂が叫ぶ。切り込む、リアクター出力が落ちろってんだよ。そこにいたか。ジュザ、今です。私を出ます。協力に感謝しよう。そこだ、こっちを見る。押し通り、食らえ。さて、戦況はどうなっている。何？そこだ。困るか。当てる。さすがだ。たまげか。これは。しかし、私の魂までは。落ちろ。今です。当たれ。お前を撃つ。挑みに来たか。君はここで死ぬべき人ではない。この状況下でこそ俺が本当に望んでいた。そこだ。もう逃げられない。やばいか。安全帯である。長兵随分と大胆な真似をする。その目に焼き付けるがいい。つもりか。間合いが甘い。見ろ、これがアグニカ・カイエルの力。阻むか。やらせて押してもらった。これほどとは。この状況下でこそ俺が本当に望んでいた世界を手に入れられるかもしれない。変わったんだ。全力で相手に対応する。では共に駆け上がろうか。打ちどころが悪かったな。全ての同志たちに連絡を。一時はダメかと思ってたけど、なんとか切り抜けられたのね。